1940年6月14日、ドイツ軍は蹄を連ねてパリの都に入城。パリの象徴であるエッフェル塔の上には、鍵十字のナチス陶器が我が物顔に翻ったのであります。これより先、フランス政府は首都をボルドーに移し、パリの無防備都市を宣言して、花の都を戦火の巷から救ったのであります。ドイツ民族こそ世界で最も優れた民族、全世界の主人となるべき民族と自らも信じ、各宣伝していたヒトラーの得意、まさに思うべしであります。今やパリの都を捨てたフランス政府の中には、アフリカに政府を移してもなお抗戦を続けようとするドゴール将軍一派と、これ以上の抗戦は無駄である、直ちに降伏しようというペタン元帥一派との意見が対立しましたが、ついに降伏派の意見が勝ち、6月22日、パリ郊外コンピエーニュの森で降伏の調印が行われました。くしくも22年前、ドイツ軍がフランスに降伏したその同じ列車の中で、今度はフランスがドイツに降伏します。フランス軍総司令官ウェーガン元帥は、ヒトラーの目の前で降伏文書に調印。ヒトラーの侵略戦争はここに一つの絶頂に達したのであります。